はい、始まってるかなということで、今日はですね、まあ、速報中の速報動画になるんですけども、iPhone 争奪戦でございますということで、これから、iPhone 争奪戦が始まります。時刻がですね、今撮影しているのが、9月のですね、15日の今8時49分ですね、に撮影してます。で、この後ですね、午後9時からですね、iPhone 15 Pro、それから iPhone 15シリーズの予約が開始されますということですね。で、発売日が9月の22日となってます。なので発売は1週間後ということですね。で、まあ今回の iPhone ですね、まあなんだかんだですね、売れると思うんですよ。まあやっぱり、なんといってもこの USB Type-C ですね、こちらがまあ採用されたので、まあそろそろ乗り換えようかなって思っていた方も多いと思いますし、まあプロシリーズに関してはですね、まあチタンが採用されたっていうところで、まあ、軽くなったんですよね。まあ、ここ最近の iPhone ってどんどん重くなっていったのに、ついにここでガクッとですね、まあ、軽くなってくれたということで、まあ、持ちやすさとかもね、まあ、上がって、まあ、結構買い替え時なんじゃないかなっていう気もしてます。なので今回ですね、まあ、なんだかんだおそらく予約争奪戦になると思います。いやー、まずね、目標のものをゲットできるかっていうところもまあ大事なんですけど、皆さん何買うか決まりましたでしょうか。まあ、アプリのこの Apple Store の方で、どのカラーのどの容量を買うかっていうのを事前にですね、決めておいて、ほぼ予約みたいな状態にできているんですよ。で、その状態であとはポチるだけみたいな感じに、まあ、できているはずです。なので、まあ、予約注文するときにですね、迷ってしまわないように、事前にですね、どのモデルにするのかっていうのを、まあ、選んでおくことができました。で、自分はですね、今回どのモデルにしたのかっていうのを、ちょっとね、先に、あと10分なんですけども、お話しようと思います。まず今回、iPhone ですね。まあ、いろいろ出ます。iPhone 15、15 Plus、そして iPhone 15 Pro、そして Pro Max が出ます。で、今回ですね、もう皆さんお気づきだと思いますけども、自分は iPhone 15 Pro Max を買います。はい。一番大きい iPhone ですね。まあ、人によっては、Pro の方がいいよね、っていう人も多いと思います。なんでかっていうと、やっぱりコンパクトだし、Pro の方がだいぶ軽いからですね。持ち運びとかしやすい。で、プロマックスを選ぶ人の、まあ、プロマックスを選んだ方がいいかなっていう人はですね、やっぱり画面サイズ少しでも大きい方がいいよねっていう人、情報量大きく、したいよっていう人とか、まあ、YouTube とか動画見るときに大画面で見たいよっていう方。で、あとは、今回そこだけではなくて、大きな差別化がカメラなんですよね。今回プロとプロマックスでカメラが差別化されまして、15 Pro がですね、3倍のズームです。で、3倍っていうのが焦点距離にすると77ミリになります。で、プロマックスの方がですね、5倍なんですよ。で、5倍っていうのが焦点距離にすると120ミリなので、まあ、結構遠くのものまで映せるんですよ。なので、より遠くのものを、まあ、くっきりね、映したいよっていう場合は、やっぱりプロマックスの方がですね、魅力はあるということです。なんで、まあ、今回ここに差別化をね、してきたわけですね。14 Pro の時はですね、14 Pro と14 Pro Max でカメラの差別化なかったんですよ。なんで、本当に純粋にですね、サイズだけで選ぶことができて、その時点でも自分はね、プロマックスを選んでいたので、まあ、結局ね、今回はやっぱりカメラも差別化されて、まあ、大きいスマホが好きな人にとっては、あ、これもプロマックスでしょっていう状態になりました。逆にそうじゃなくて、まあ、小さい方がいいけど、カメラは望遠欲しいんだよなっていう人にとっては結構ね、悩ましい状況になっていると思います。まあ、そんな感じですね。で、自分は今回プロマックス選びます。今、準備中なんですよね。まあ、ちょっと比較とかも多分、この時間帯はね、公式ページの比較多分できないですね。価格を見る。価格見れない。うん。ちなみに、カラーなんですけど、カラー見れるかな？仕様のところ。あ、見れそうですね。今回、まあ、プロとプロマックス両方ともカラー展開は一緒です。で、ブラックチタニウムとホワイトチタニウム、それからブルーチタニウムとナチュラルチタニウムがあります。まあ、割かしですね、カラー展開としては地味めですよね。派手な感じの色じゃなくて、まあ、大人っぽい感じのカラー展開かなっていう印象。なので、割とね、最初この結構ビビッとな派手な色の方がインパクトあるんですけど、実際長く使っているとですね、こういうちょっと大人っぽい色の方がですね、飽きが来ないんですよね。割とこのね、次の iPhone 出るまで、まあ飽きずにですね、使えるんじゃないかなっていうカラー展開だとは思います。で、今回ですね、狙ってるカラーなんですけども、ここですね、この
右から2番目にある、ブルーチタニウムが第一候補と思ってます。で、その次ですね、もしブルーチタニウムが手に入らないと、まあ、発売日というか、まあ、最速で手に入らないという場合は、次はブラックチタニウム狙っていこうと思ってます。まあさすがにね、2つのカラー選んでおけばどっちかは手に入るでしょうっていうふうには思ってますけども、どうかな、その辺は、まあ、この後次第かなっていうふうには思ってます。うん、さあ、あとですね、今54分なので、あと6分ですね。でおそらくこの Apple Store ですね、こちらが更新されるのがですね、毎年のごとくだいたい5分ぐらい遅れると思います。まあ、ちょっとね、9時ちょうどになっても、まあ、おそらくね更新してもね、なかなか、買えないと思うんですけども、ちょっとね、まあ、ちょっとねブラウザの方ですね、チェックしながら行こうと思います。ちなみに基本的にはですね、スマホアプリ使います。アプリの方で購入しようと思ってます。そっちの方がおそらく早い可能性が高いです。なのでスマホアプリを、使うんですが、まあ一応ねブラウザの方でもチェックしながらですね、まあ早く買える方で買おうかなと思ってます。はい、じゃあちょっとあと5分なんでね、少し待とうかなと思います。さあ多分ね、みんなこの時間はですね、予約争奪戦でね、もうスマホ画面と PC の画面に張り付いてる人が非常に多いと思うんですけども、いやこの時間ね一番緊張するよね。ちなみにネット回線の話しますとですね、うちまだスターリンクです。まだネット回線です。大元の固定回線引けてないです。伸びに伸び続けて、なんかもともとはですね6月っていう話だったのに、7月でもまだ目処立たず、8月でなんかできますみたいな話一回あったんですけど、やっぱ無理でしたと。9月下旬になりますっていう話で、今んとこね9月下旬にネット回線引けるんじゃないかなみたいな状況にはなってます。なので、今回の予約争奪戦はスターリンクでの、争奪戦ということになります。まあ、スターリンクで勝てるかなっていうところではあるんですけどね、はい、まあ頑張ろうと思います。さあ、残り1分で、9時になります。今8時59分ですね。もうそろそろですね、まあ予約のね開始時間になるわけですね。どうなるでしょうか。一応ですね、スマホのアプリの画面の方を出しておきますね、こちら。はい、今お楽しみにっていうことで、予約注文は午後9時からもうすぐですっていうね表示になっております。うん、9時になったね。9時になりました。さあ、ということで、あと何分でね、更新されるかな。まあ、大体これね、毎年この予約争奪戦の動画やってるんですけど、まあ、例年通りだったら、まあ、9時5分とかかな。そのくらいだったかな。去年の争奪戦で、ね、いつぐらい変えたかな。ああ、去年 AirPods Pro 2も出てたのか、この時に。争奪戦してますね、去年も。はい。去年の動画見てるんですけど、去年はね、9時6分から変えるようになってます。はい。なので、まあちょっと冷静に待ちましょう。今ね、9時1分なんですけど、まだ来てないですね。いつもね、この瞬間結構緊張しちゃうんですけど、もうさすがにね、去年ってかもう何年も連続でやってるんで、ちょっと慣れてきてますね。まずみんなの状況をチェックしながら。ああ、予約できてる人いる。ドコモとか、ドコモのオンラインショップとかですね、そっち系だと、もう予約できてるんですね。はいはいはい。ただうちはですね、Apple Store で予約したいんで、そっかそっか、ソフトバンクとかですね、でも予約できてる人いますね。うん、まあ大丈夫。Apple で買いますよ、うちは。いや、結構ね、サーバーとかも大丈夫かなっていうところも、結構心配なんですけどね。はい、今ね、9時3分ですね。で、ゲットできなかったら、結構大変なことになるんで、YouTuber 的にはですね。あ、ちなみに Amazon でもあるんだ。マジで？ Amazon でも購入できるっぽい。Amazon はね、ページがあるんですけど、現時点では、ちょっと注文できないですね。今ね、こういうページがね、できてますね。在庫切れで購入はできない。さあ、今4分です。もうそろそろ来てもおかしくないっすよ。これは結構、争奪戦になってんのかな。マジっすか。早いな。もう変えてる人いる。変えてる人いるぞ。来ない来ない。変えてる人いるぞ、Apple Store で。なんでうち来ないんだ。もう一回更新したら来るかな。ああ、来ない。人によって違う？ああ、こうしてる間に欲しいカラーが買えなくなっていると非常に困るんですけど。PC ブラウザの方が早いって言ってる人いる。PC の方が早いの？全然来ないんだけど。マジ？うわ、iPad でも間もなくですですね。ダメだ。ちょっと心配になってきたな、さすがに。みんな変えてるんだけど。あ、来た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 。アプリの方が来ましたね。はいはいはい。
今年11分かかりましたよ、9時から。あー、しかも結構読み込みに時間かかってんな。うちの環境ではウェブの方が遅いっすね。予約注文情報にアクセスしています、しばらくお待ちくださいってなって、ここでくるくる止まってます。ネットはどうだろう、そこまで遅いっていう感じではないと思うんですけど、かなり読み込みかかってますね。あ、エラー出てる。なんでやばいやばい。バックにアイテムはない。いやもうないんだったら一から作った方が早いな。いやーマジかよ、くっそー。15プロマックスのブルーチタニウム512GB の、下取りなし、一括払い、これでいこうと思ってました。ここまでの情報を作っておいたんですけどね、全然意味なかったなこれ。事前にやっといたんですけど、うわエラー出てる、マジで。これ絶対やばいことになってるな、マジか、これやばいな。ブルーチタニウム512GB、下取りしない、一括払い、行ってくれ。いやこんな緊張する感じになんないでほしかった。エラーだ、やば。全然買えない。ちょっと待って、他の容量だとどう、1テラだとどう。読み込みが長いですね、全然ダメだこれ。サーバーが結構な負荷かかってて買えない感じになってるっぽいですね。 256GB はこれ容量ごとに違うのかな。いやこれどういう状況なんだろう、いける気がしない。このカラーがないのかも。ブラックチタニウムにします。ブラックチタニウムだとどうだろう。このそもそもね、表示されるまでにものすごいラグがあったんですよね、そこで完全にやられた気がしますね。ブラックチタニウム、うわー買えないかも。あーダメだ、どれでもどれでもエラー出る。ちょっとね、ウェブの方どうだろう、ウェブの方、そろそろウェブの方で行ってみようかな。あダメだ、全然ダメだ。全く進まないです。ちょっと iPad で行きます。X にポストします。もうこうなったらちょっと別の方向考えた方がいいかもしれないな。そんなことある？ひどいよ。よし、一旦ですね、au オンラインショップの方で予約しました。機種のみ購入で、au オンラインショップの方でもう注文しちゃいました。そっちだとサクッといけました。多分これでね、買えないことはないはず。ただ、当日には届かない可能性があるので、一応ね、なるべく早く買いたいので、Apple Store の方で引き続きね、チェックしていこうと思います。まあ、Apple Store でもしですね、注文全然できなかったら、まあ、au オンラインショップで予約した方でもう正式注文するっていう形にします。まあ、購入するかどうかの決断のところで、やっぱりキャンセルしますっていうこともできるんで、一旦これでちょっとね、予約は au の方でしました。商品がご用意でき次第、本申し込みの案内を、お送りしますというメールが来てますね。おウェブの方が急に読み込まれました。ウェブの方が早く読み込まれました。ちょっと見ときます。おウェブが急に来たよ。プロマックスの、ブルーチタニウムの512、あいけそうだな。下取り利用しない、一括払い、アプリケアなし。うわ遅い。10月3日になってる。これじゃあダメだ。マジか。10月になっちゃったよ。嘘でしょ。ブラックは10月になっちゃった。これはやばいな。うわー、マジか。ちょっとじゃあもう全然買おうと思ってなかったカラーも。ああ、ダメかも。全部これ10月になってる。うわー、第一陣が全部終わっちゃったってことっすかね、これ。あ、アプリの方も来ましたけど、うわ争奪戦ね、負けたわこれ。アプリも来たけど 2,3 週間になってる。ダメですねこれだったら。いやーどうしよう。一応じゃあちょっとブラックチタニウムで256で、ちょっと予備的にね、注文しておこうかな。
au の方大丈夫かな、最初から au で行けばよかったな。もう Apple Store はちょっとダメだなこれ。いやこれね、第一陣の人がもう注文終わったからね、いきなりこのスッと開いたんですよこれきっと。いやーこれはちょっと心配だな。いやーこれは納得できないなマジか。ですね、Apple Store の方はですね、お届け予定日が10月4日から10月12日です。で、一応 au オンラインショップの方で一応予備的にね、あの予約はしたんですけども、これもねいつ届くか分かんないんですよ。あの用意ができ次第あの本申し込みの案内を送るっていうことなので、まあ、できても遅くなる可能性があるんで、発売日に、手に入らない可能性が結構高いです今回。うん、そういう状況になっちゃいました。やばいな。はい、まあそんな感じです。いやこれちょっとなんとかしないとやばいですね。うん、まあちょっと一旦今日はこんな感じにしたいと思います。はい、ということで今回は、iPhone 15 Pro Max 予約争奪戦ということで挑んだんですけども、負けました。はい、発売日9月22日に手に入らない可能性が非常に高いという結果になってしまいました。これはまずいぞ、どうしよっかなこれっていう状況です。はい、まあちょっとねこの後いろいろね考えたいと思います。はい、ということで今日は一旦こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。これ多分地域とか関係あるのかな、皆さん今回、争奪戦どうだったでしょうか、どういう結果だったのかっていうね、ことありましたらぜひコメントください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、ちなみにですね、その後ちょっとね試行錯誤しまして、 iPhone 15の無印イエロー 128GB、こちらをですね当日、到着予定で購入することができました。なので今回はですね iPhone 15の無印を先にレビューをして、で、Pro Max は届き次第レビューするっていう形でやろうと思います。そういう結果になりました。レビューの方ぜひご期待ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。